まあペイペイ祭りをはじめね、搾取されてるといえば搾取されてるんですけどもね、結構お金使っちゃってますね。なんか車も結局車を買うだけじゃなくて、買ってからお金かかりますよね。あ、ちなみに昨日セルシオ来ました。もうピカピカで、すごくありがたい。いいなと思います。やっぱりね、ローダウンがかなりされていて、12センチですかね、地上12センチで、あのあれですよ、フルスポイラーついてるんで、やっぱりビシッとね、あのロー&ダウン&ローですか、車高が低くて下にロー&ワイド、ワイド&ローか、ワイド&ローでね、なんかビシッと締まった形になってますね。まあなんか趣味の車という形でございます。うん、それで何が言いたいかっていうと、私も最初手持ちのカードだったんですよ、2万円のね。でその2万円のクロームブック買って使いこなしていくうちに、最初は2万円といえどもパソコンの機能全部使えなかったんですよ。でも今は割とパソコンをね使いこなしているかなと思いますし、もちろんプログラミングはほとんどしないんで、そっちの方面ではまだ全然ですけども、ただやっぱりね、ただ同然のパソコンになりましたね、稼げているんで。だからパソコンを買うことに私はね、なんかお金を割いてるって感覚はすでにないです。どんな、例えば100万円のパソコンがあったら100万円のパソコンを買うでしょうし、300万だったら300万の買うと思うんですよ。ただ無駄に機能が高くてもしょうがないんで、私のまあやっていることに見合ったものになります。動画の処理速度がものすごく速くて、あれですよね、インテルの Core i9 ってやつを使ってるんですけども、まあM1 チップとか出るんだったらそっちに買い替えてもいいかなと思ってますよね。まだパソコン全然使えるんですけども、ただこのパソコンで吉谷さん、結局最終的には中古で売れたりするんで、車みたいに全く無駄にならないですよね。で分解して都市鉱山っていう方法もありますしね、うん、まあ私の場合ね、そういえばね、ハードディスク買ったんですよ、ペイペイ祭りで。これバッファローのこれね、8000円ぐらいですよ。そっからまた3割ぐらい値引きじゃないですか。私3発買いました、4テラをね、3発買いました。というのが、私の場合はハードディスクは2年に1度とか3年に1度必ず買い替えて、メモリをどんどんね、図書館みたいに積んでいくんですよ。そうするとパソコン内のメモリがあまり重くならないんで、最高のパフォーマンスで使えるかなって感じですよね。まあですんで、パソコン関係にお金を使うことっていうのは、なんかね、従業員がまかないで飯食ってるような感覚です。むちゃくちゃ安いですよね。でもね、従業員に飯食わせると最低でも1食500円とかかかっちゃいますからね。でもパソコンはそんなにかかんないんですよ。だって従業員が1ヶ月食べたら、まあ、はっきり言って1万5000円ぐらいかかるでしょ。だハードディスク2個買えちゃうんですよ。ハードディスクって3年ぐらい稼働しますからね、うん、だから人にお金を使うっていうのがいかに、ね、高いことか、ね、で従業員が採用されて期待に応えてくれればいいですけども、居座れば居座るほどどんどん横柄になっていって、会社の私物化をするんですよね。備品を盗んでみたりとかね、うん、まあ給料が安いって働かなかったりね。だからね、やっぱりこれからは使える人っていうのは集客力のある人にかなり限られてくるんじゃないかなと。タレントみたいな人は使えるけども、ただ作業する人っていうのはどんどんいらなくなってくるんで、世の中に溢れている単純作業、これはね本当に厳しくなると思いますよ、それ逆の立場で言ったら、いやあなたがそれ行きますかってことですよね。自分たちの職場が追われるっていう人いますけども、じゃあその職場にあなたは客として行った時に高いフィーを払いますかってことですよね。だから立場を変えてみると、確かに俺いらないかもってことになっちゃうんですよ。で最終的にはちょっとねオチになりますけども、私ね社員を抱えてた時にどうしてもリストラをしないといけなくなったことがあるんですよ。で一番いらない人間誰かなって考えたら、なんとね俺だったっていうね。あ俺何もしてないわみたいな、じゃあ俺が辞めようみたいな感じになっちゃったんですよ。で社長が辞めると、まあ店はなくなったみたいなね、そんなオチになります。だから従業員をどんどん雇わない流れになってるのは、これ仕方がないかなと思いますね。反面たくさんの人を必要とする職場もまだありますんで、そういうところは多くの人に人気がない職場になりますけども、うん、まあでもねそんなもんでしょうね。需要と供給のバランスそのものですよ、うん、でそういったところには安いギャラでも働く人が集中するんで、そして不満が多い職場になります。それがまあ一部にね、手取り14万の職場っていうものが形成される事実ではないかなと思うんですよ。だから誰でもできることをやれば、どんどん給料が安くなります。替えが効くんで。でも自分にしかできないようなね、タレントみたいな職業をすると、自分が出す売り上げを入れ替えて別の人でやったら全然違う売り上げになっちゃうんで、だからやっぱり自分にしかできないことっていうのが成り立つんでしょうね。まあだからね、10年勤めていて5年とは言いません10年勤めていて、自分じゃないと
成り立たない職場にならないってことは、自分じゃなくてもいいってことなんですよ、ね、自分自身で評価すると俺がいないとダメだろうと思いますけども、実際に1週間会社サボって多分会社は回りますからね。ただ私とか吉田さんは自分が休むと会社回らないですよね、一人でやってるんで、うん、だからそれが真実ですよ。一人会社のいいところは自分がいないと回らないってところにあると思います。もうそこにはすでに、うん、手取り14万みたいな概念はないんじゃないかなと思いますよね。手取り14万ね、うん、もっともっと高い給料をもらってほしいと思いますんで、給料の源泉がお客さんが払うお金だとしたら、お客さんが喜んでお金を払えるような環境を手取り14万の人はもっともっと作るね、作るといいんじゃないかなと思いますよね。そうするとお客さんの満足度によって給料の満足度も変わってくると思いますからね、まあ、シンプルにそれかなと思いますけどもね。どうなんでしょうか。それでは今日も行ってみましょう。